これ、全部服のコンテナだ。こっちのは食料ですもん。腕がうなるですもん。装備品のコンテナもあるな。俺たちのとは仕組みが違うみたいだが、ま、なんとかなるだろう。どうしたの？サイズが合う服ない？これ生地が随分と薄くないか。このままでは心もとないというか。贅沢言わないの。あるだけマシと思わなきゃ。それとも体温だけそのままでいく？いや、着るよ。背に腹は変えられない。あ、このジャケットちょうどいいかも。私はこれにしようかな。色もいい感じ。どれも新品ってんでもないんだな。着古されてはいるけど、生地は傷んでない。大丈夫そうだよ。変わったデザインのが多いね。確かに。これどうやって着るんだみたいなのもあるけど、結構動きやすいぜ、これ。本当？同じのもう一着ない？いや、こんだけ。うん、そっか。何？着替えないの？え、あ、着替えるよ。ブーツも、変えた方がいいかな。ブーツはそのままでいいんじゃないか。待ってくれ、僕も。ん？なんだあいつら、そこで着替えりゃいいのに。わざわざ向こう側に。さそれって…うん、私の時間。忘れてて、いきなりその時が来たら困るでしょ。今日でちょうど残り3ヶ月。あと3ヶ月で私はこの世界から消える。ずっと考えてたんだ、私に何ができるのか、何を残せるのかって。そんな思いの人たくさん送ってきた。それであの人の言葉を信じたのか。もっと生きたい？どうかな、どっちでもいい。え？でも君と私、こうして一緒にいられる、これってすごいことだと思う。あの人が言ってた場所に本当に希望があるのなら。それが君の残したいもの？ミオでいいよ。何かを残せた人は満足だったのかな。ん？残された人はそれを受け止められたんだろうか。興味深いね、それ。ずっと考えてる、残すものと残されるもの、そのつながりが示す意味を。つながりか、重いよね。ああ、命だからな。
アグヌスとケベスが行動を共にする。体温は少し不満のようだけど、あの時の彼の思いは私と似ていた。みんなが生きる道を探そう。それが私のやるべきこと。